ラセル・サンクルーは、フランス、イルド・フランス地域圏、イブリーヌ県のコミューン。パリ、ポルト・ド・トゥイユから1 2トル離れている。ラセル・サンクルー市街は、南のベルサイユ平野を背後にしたドリオーヌダニニョモある。サンジェルマン・アンレーの南東約8マイル、ベルサイユの北約6マイルに位置する。市街は東部にある、エリゼニア、南のボールガール地区のような建築群で高度に都市化。 されている。しかし南部と西部には広域な森林が保存されている。ラセルの名が最初に現れるのは697年、サンジェルマンイコールデイコールプレ修道院の死亡記事においてで、村の名はセラ・フラトラムとされていた。7世紀以降、村は上記の修道院の領地であった。846年にはバイキングが村を襲撃した。1683年、 ジャンバティスト・コルベールは、ベルサイユに面した荘園を、サンジェルマンイコールデイコールプレシュードインから購入し、王家の資料地を広げるため、ラセルの村を買った。人口が急増したのは、第二次世界大戦後の復興期からである。1955年11月6日、当時の首相、アントワーヌ・ピネーは、亡命していた、モロッコのスルタン、ムハンマド・トラセル・サンクルーにて協定を結んだ。 協定の内容には、ムハンマドのお子、ムハンマドイブがアラファから実権を取り戻し帰国することが盛り込まれていた。この協定は、モロッコ独立に向けた通過地点ともなった。ポップやレシャンズリ・ゲイルズ2008でラ・コンミューン、ラセル・セインとクラウドシュールルサイトで得る陰性。ありがとうございます。